ーミスワリンとしてサンゴ保全活動に加え、ビーチクリーンや様々なイベントに参加し、多くの方と交流を行い、活動の幅を広げているリナちゃん。そんなリナちゃんが今回訪れたのが、若狭児童館って書いてあるけど、児童館って地域の子どもたちが集まってくる遊び場っていうイメージなんだけど。そうですよね。どうして児童館に来たのか、リナちゃん教えて。私は今那覇市若狭にあります若狭児童館に来ています。この児童館に集まる子どもたちを中心としたビーチクリーンクラブがあるということで、私も早速参加してみたいと思います。そうなんです。この若狭児童館を拠点に活動を行っている地球ハートクラブ、海の生き物が間違ってゴミを食べないようにと定期的に集まってビーチクリーンを行っているそうです。そしてこのクラブを立ち上げたのは小学2年生の筆剣ひかりちゃん。小学2年生の女の子が、すごいね、偉いな。すごいですよね。さあ、この日もですね、児童館に集合してビーチクリーンを行うということで、早速りなちゃんも参加。おはようございます。ちなみにゆうじさん、この今読み上げている文章もひかりちゃんが考えているそうですよ。もうおじさん泣けてきた。偉い。すごいですよね。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。私は3代目ミスワリンの木寺里奈と言います。今日は皆さんの活動を知って参加したいと思ったので、ぜひ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ゴミ袋と手袋を受け取り、早速ビーチ目指して移動開始。向かう途中も落ちているゴミを拾います。さあ、児童館から歩くこと5分、近くの海岸に出ました。いつもこの場所のゴミを拾っているそうで、この岩場には流れ着いたビニールやペットボトルがよく落ちていて、毎回6袋から8袋分は集まるそうです。そんなに、いやいや、ですよ、ね、落ちてるもんだね、また。いつもゴミ拾ってる時ってどんなこと考えてる？魚のこと考えてる。で、今まで拾ったゴミの中で一番びっくりしたのってある？なんか、グリーンシートが岩と岩の間に挟まってた。挟まってた？シートが取れた？それ、取れた。よかった、これで魚の命も救ったんだ。ひかりちゃんをはじめ地球ハートクラブに参加している子どもたちは、一生懸命にゴミを拾うそうで、岩の間に落ちている小さなゴミや届かないところも棒を上手に使って拾うんですよ。いや、本当にみんなね、小さなゴミも拾ってるもんね。で、この棒がですね、意外と活躍するんです。ゆうじさん、見ててくださいね。活躍？はい、今はビニール袋を拾ったんですが、あれ、ボールがポロポロ、どうしよう。あらら、大丈夫です。この時はですね、棒がじゃ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 ーん、このようにですね、棒を巧みに使って回収、巧みにできた。よかった。いや、でもこの棒本当に大活躍だね。そうですよね。さあ、この後もですね、みんなで手分けしてゴミを拾い、ビーチクリーン終了。りなちゃんも子供たちのパワーに圧倒されたそうですよ。すごい、なんか周りのパワーにこう一緒になって、こう楽しかったです。とっても夢中になっちゃいました。もう最後海の中に手つこんで撮ってました。りなちゃんも楽しみながらビーチクリーンは行えたようですね。最後に参加者全員で記念撮影。いや、本当にお疲れ様でした。いやいや、ゆうじさん、これでこの日は終わりではないんです。まだ何かあるの？はい、実はりなちゃんからある提案が。ゴミが海に流れていくことは、魚だけじゃなくてサンゴにも関係があるっていうことをちょっと教えようと思って、サンゴ教室を開きたいと思ってます。ということで、若狭児童館に戻り、ミスワリンのサンゴ教室開催。やったー。サンゴは動物だと思いますか？植物だと思いますか？植物。なんで植物だと思う？小枝みたいな。でもね、木の枝みたいだもんね。
動物だと思う？なんて動物だと思う？サンゴ、卵を産むから。そう、よく知ってるね。サンゴ、卵を産むんだけど、答えは動物です。すごい。さあ、この後も真剣に話を聞く子どもたち、はい、ビーチクリーンを行うことでサンゴを守ることにつながることを知り、改めて海をきれいにしたいと感じたそうです。いや、よかったよかった。海の生き物を守るためにビーチクリーン活動を始めたひかりちゃんにはある思いがありました。今後ハートクラブどうなっていきたい？街中に広がってみんなでゴミ拾い。街中に広がっていきたい。いろんな人が来てくれたらもっとゴミも減っていくね。またハートクラブのビーチクリーンにも参加させてもらえますか？はい。よかった。じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。地球ハートクラブの活動を通して多くの方に海をきれいにしたいという気持ちを広めたいと話すひかりちゃん。その小さな手で一生懸命ゴミを拾う姿に、改めてビーチクリーンへの思いを強くしたりなちゃん。ミスワリンの活動としてこれからも海を大切にし、サンゴの保全、そしてビーチクリーンも継続して行っていきますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ここで番組からお知らせ。ミスワリンの活動内容や山陽からのお知らせを公式サイトやツイッターで随時更新しています。お得な情報もあるのでみんなでフォローしてください。さらにミスワリンの活動内容をまとめたブログでは、テレビでは紹介しきれなかった活動やミスワリンの裏話も公開していきますよ。さあ、もうすぐ10月に入りますけど、ゆうじさん、10月といえば毎年楽しみなイベントがありますよね。那覇大綱引き祭りでしょ。はい、大正解です。10月8日から3日間にわたって開催される那覇大綱引き祭りに、今年も南の島のミスワリンブースがお目見えします。待ってました。毎年好評のワリンカフェではコーヒーやアイスクリームのチャリティー販売を行うほか、ミスワリンの日頃の活動をパネルで紹介し、クイズに答えるとその場で素敵なグッズがもらえちゃうんです。おお、グッズまでもらえるんだ。そうなんですよ。さらに今年は、うん、まるで海の中にいるような不思議な体験ができちゃうんです。ん？祭り会場で海の中体験ってどういうこと？気になりますよね。それはブースに来てからのお楽しみです。いや、気になるな。絶対行こうっと。行きましょう行きましょう、うん、さあ、りなちゃんも3日間ブースにいますので、ぜひ会場へ遊びに来てください。待ってるよ。